さあ今日は仙川劇場今年度最大のイベントをご案内いただけるそうですね。はい、そうなんです。2月9日から19日にかけて行われます海外戯曲リーディングのご案内をしたいと思います。こちらの公演ですか。はい、そうなんです。仙川で世界が覗ける2週間と書いてありますけれども、はい、世界中の7つの国と地域から7本の現代短編戯曲を集めて日本の演出家と俳優によってリーディングでお届けしようという公演なんです。はあ、フランス、パレスチナ、オーストラリア、カナダ、アルゼンチン、タイ、アメリカ、本当に世界のいろんな国が集められていますね。そうなんです。アフリカ大陸以外のすべての大陸から集めているんです。はあ、そもそもこの企画はなぜ誕生したんですか。はい、ですね、常田恵子さんという今回企画監修をしていただいている方は、長く海外戯曲の翻訳家として第一線で活躍なさっている方なんですけれども、その方とお話している中で、まあ、海外にはまだまだいい作品がたくさんあるんだけども紹介することが少ないと。特に60分ぐらいの短編のものというのは本当に紹介できないんだというお話を聞きまして、はい、そういったとてもいい上質な作品を仙川劇場で、お届けすることはできないかなと。それがこの企画の出発点になりました。あ、なるほど。東京オリンピック・パラリンピックもありますし、私たちも外国のことを知るっていうのはとてもいい機会ですよね。そうですよね。でそれにこの仙川劇場というのはですね、客席数121というでコンパクトさだけではなくて人の声がスーッと届きやすい、もともと朗読やリーディングそういったものに向いている劇場だねとよく言われていたんですね。でそこで今回は、皆さんが聞きながら想像力を自由に羽ばたかせることのできるリーディングでお届けしたいということになったんです。うん、仙川劇場との相性もぴったりなんですね。そうなんです。では気になるのがこの作品の内容ですが、それぞれご紹介いただけますか。はい、まずフランス作品のうちの子は、ジョエル・ポムラは今フランスを代表する作家の一人で、親子をテーマとしたオムニバス作品です。実際にさまざまな親子に取材を重ねて生まれた作品なんだそうです。演出は文学座の松本優子さんです。パレスチナ作品はイハップ・ザハダー&イエス・シアター作、いつも同じ問題。第6回演劇コンクールでオーディエンス賞を受賞した劇団しようよの大原翔平さんが演出です。ゴミが散乱するアパートに住んでいる3人の男たちが右往左往しながら選び取る未来は。オーストラリアのノームとアーメッドは今回の中で一番古い1968年の作品ですが、現在でも全く古びていないんです。演出は今演劇界で非常に注目を浴びている劇団チョコレートケーキの久和雄介さんです。いや、どれも興味深いですね。そうなんです。今の作品がファーストウィーク9日から12日までの上演作品です。続いてセカンドウィークの作品をご紹介します。カナダ文芸界最高の賞総督賞を受賞したニコラス・ビヨンのアイスランドでは殺人事件が起こりますが、一体なぜそれが起こったのか、そして作品の舞台はトロントなのにもかかわらずなぜタイトルがアイスランドなのか、ご注目いただきたいです。演出は演劇企画ジョコの菊池淳さんです。悲しい心はどこへ行くはアルゼンチンの国民文化賞最優秀新人作家賞を受賞したシンシアイドルの作品です。思い出のビーチに久しぶりに集まった家族の複雑な心情を描いています。演出は花組芝居の加納幸和さんです。タイの神の絶望では神様が私たち人間世界に登場します。もしも神様にも感情があって今の私たちを見ていたら一体どんな感想を持つんでしょうか。タイの演劇界をリードしているニコンセタンの作品で、演出は第4回演劇コンクールのファイナリスト劇団印象の鈴木敦人さんです。アメリカのセブンメニューは少しトリッキーな作品です。レストランのとあるテーブルで4人が会話しているんですが、突然ベルが鳴るとそのうちの1人が違う人に交代し、新たな4人で新しい場面が始まります。少しずつ変化する人間模様の面白さを楽しんでください。作者はデビッド・アイブス、演出は劇団俳優座の宮崎雅子さんです。
本当にバラエティに富んでいて楽しみですね。そうなんです。詳しいことやチケットの購入方法は海外戯曲リーディングの特設ホームページをご覧いただければすべてわかります。皆様のお越しをお待ちしています。